どうも、PO25 です。というところで、パドレスのフランチャイズやっていこうかなと思います。はい、行きましょう。前回の試合が、ナショナルリーグディビジョンシリーズ、まあ、NLDS だったわけですけれども、まあ、プレイした試合は負けましたが、その後ね、オートで飛ばしたら無事マイアミに勝利というところで、今回は、アメリカンリ、あ、ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ、NLCS をやっていこうかなと思います。前回の動画の最後の方でね、相手の戦力確認も行いましたので、まあ、もう隠す必要ないかなというところでございますが、本日はミルウォーキーブリュワーズとの試合になりますね。NLCS ワールドシリーズは7戦の、4勝先勝、なんていうの、4勝を先に勝った方が突破というところになりますので、やっていきましょう。今回の動画でも、まあ、1試合プレイして、その他は飛ばしで、この動画で NLCS を終わらせていこうというところでございます。なので、最終回の可能性がふんだんにあるというところでございます。ではまず1戦目ですけれども、コービン・バーンズ対ジョーマス・グローブでございますね。これを飛ばしていきますさて、まあそうですね、なぜ飛ばすかと言いますと、まあ、前回の動画でマスグローブは使ったんですけれども、オーダーはどうしようかな。ウッド使ってみたいんだよね。成績は引き継ぎなので、でなんでね、そう、この試合飛ばすかっていうと、まあ単純にコービン・バーンズが打てなそうだからちょっと飛ばします。まあ外せないメンバーは外さず、調子が悪いメンバーを落とす。現状で言えばホズマ、グランダルあたり。グランダル下げて、ウッド DH、ハップライト、あ、ハップ DH、ブライアン・レイノルズライトって感じですかね。で、ホズマ下げて、ビーティでも変わんねえな。ロハス、キケ、ポストシーズンやっぱりキケ使う？じゃあ、ファースト入って、クロネンワース、ファースト、キケ、セカンド、そうですね、これでいこうかな。キャンプサーのキャッチャーは変えずに、これでいきましょう。さあ、相手は、ジョシュ・ロハス、クリスチャン・イエリッチ、おー、ジョシュ・ベル。ロハスが打率高いですね。ボビー・ブラッドリー、ケテル・マーテ、ゲイリー・サンチェス、マックス・ケプラー、アンドレス・ヒメネス、アルシディス・アキーノ。強力。もう単純に強力。まあそうですね。本当にケテルとかロハスとか調子いいですし、ケテルがこのその位置にの嫌だね。さあ、サムネ用にね、今回も。ここのシーンだけ撮りますけども。この試合は飛ばすのでね。そうそうそう、いきますか。さあ頼むぞ、マスグローブ。はい、よし。まあ前回のディビジョンシリーズの方でマスグローブは炎上しまして、あ、ま、ケテルに踏まれたらだね。さあケプラー、やる試合は目処立ててますので。ちょっと、ふわふわしてますね。もう決めてるんですけれども。アキーノにタイムリーね。あー、ジョシュ・ロハスにホームラン。よりによってそのメンバーがいる中でジョシュ・ロハスにホームラン打たれるんだね。ホームラン打たれるんだったらもっと適してるメンバーいると思ったけど。打線がちょっと振るってないですね。さあ、マスグローブは結局5回4失点。先発としての仕事はできないまま、ラメットに変更してしまいました。さあ、打線もちょっと、いや、さすがのサイ・ヤング投手、コービン・バーンズを打てず。さあ、前回のね、ディビジョンシリーズでは、最終戦も先発も、しまして、見事ね、ショートスターターとしての役割を果たしてくれたロアイシックが投げましたが、ホズマ代打三振、デビン・ウィリアムス。さあ難敵ですが負けですね。
1戦目は落とすと。まあ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 、前回もね、プレイヤーが1戦目やったので落としたんですけども、まあ、バーンズですからある程度これも加味してって感じですから。じゃあ2戦目いきますね。2戦目がルイス・ギルとフランキー・モンタスというところで、ちょっとこの試合をこれで飛ばして、お、さあ勝てるかな。勝ちですね。さあ1勝1敗で、ここで迎えるはこのゲームですね。そして私は今回このゲームをやっていこうかなというところでございます。3戦目、1勝1敗で迎えた3戦目やっていきましょう。まあ、フレディ・ペラルタが投げるというところでね、ちょっとね、ブリワーズ、元ブリワーズというところで使っていこうというところでございます。相手はエリック・ラウアー。まあ、左のエースというかね、3本柱の他にもエリック・ラウアーとか、あとは他もいるよみたいなメンバーのエリック・ラウアーでございます。さあ、1日休みを挟んだので、メンバー的にはみんな体力を回復してる。ただそうですね、あまりよろしくない、打線の状態はもうよろしくないんですけれども、ウッドが打ってる、左なんでプラミッキー使っても面白いかなとは思うんですよね。ブライアン・レイノルズが当たってないんだね、だいぶね。じゃあグリチャック4番で、ホズマーがまあどうしよう。キャンプサーマーとファーストいけんだっけ。いけるよね。キケを使うか。キケをセカンドで、トーレス DH、 ホズマーファースト、プラベッキー使って9番。プラベッキーあれだよね、退団したよね。DFA してね、あのレッドソックスからレンジャースいきなり移籍しましたけど、エリック・ホズマー。ホズマーをホズマーで使うか。じゃあ、まあ、上位のメンバーね、特に2、3番は当たってるので、1番変えよっか。キケ1番でいく？じゃあこれでいきましょう。さあ。ちょっとウッドを使わずって感じですけれども、まあブライアン・レイノルズ下げないですからね。まあそして今日、プラベッキー使いたいとなると、このオーダーかなって感じですけれども、相手はもちろん、右ピッチャー変わらないので、ここは変わらずといった感じ。さて、そうですね、結構打った、イエリッチがだいぶ状態がいいですね。さてさて。じゃあ早速この試合やっていこうかなと思います。ケテルマーテですね。いい選手ですよね、ケテルマーテね。打率も高いし、ホームランも出るし、セカンドもできて、センターもいけるね。まあ19年ほどの成績をちょっと最近残してない感じはありますけれども、さあじゃあ早速ポストシーズンやっていこうかなと思います。もうここは飛ばすかというところで、1回から6回のハイライト入っていきましょう。どうぞ。1回から6回のハイライト入っていきます。ブリュワーズの先発はエリック・ラウアーですね。おそらく左のエースと言っても過言ではないのかなというところでございます。さあポストシーズンは2試合目、前回は 2.57 と結果を残してのマウンドです。立ち上がり1番起用キケは三振、2番のハップも三振、そして3番マチャドも三振、久々にね、3者連続三振で入るピッチャーに立ち上がられてしまいます。さあ一方パドレスの先発はフレディ・ペラルタ。こちらはトレードで加入しまして、ポストシーズンこちらも2試合目、前回登板しっかりとね、結果を残してのマウンドというところでございます。立ち上がりです。ジョシュ・ロハスを三振、ワンアウト。その後イエリッチを打ち取って、3番のベル三振というところで、こちらも2三振ということでね、三振が多い両者の立ち上がりです。
2回の裏、ボビー・ブラッドリーにセンター前ヒット。これは両チーム通じての初安打。ノーアウトランナー1塁ですね。その後、ワンアウト2塁となりまして、サンチェス、センター前へ。さあ、これがタイムリーになるかというところ、ボビー、ブラッドリーはフォーム突っ込みます。ここは、ブライアン・レイノルズの強肩アウトです。さあ、これもありゼロに抑えました。さあ、4回の表ですね。ワンアウトからイアン・ハップがセンター前。これでパドレスはチーム初ヒット。ワンアウトランナー1塁。2アウトとなってグリチャックがセンター前ヒット。これでチャンス拡大。2アウトランナー1、2塁。さあ、この場面で5番のブライアン・レイノルズ三振。高めに釣られてしまいました。チャンス生かせず。野球らしい野球してるな。すると4回の裏ですね、3対2、スリーツーフルカウントからベルがセンター前ヒット、ノーアウトランナー1塁。その後ワンアウトとなってケテルマーテにデッドボール。さあ肩口に当ててしまいました。ワンアウト1、2塁ピンチ。ここでサンチェス、同じような当たりセンター前。さあこれもブライアン・レイノルズとランナー勝負。ベルが突っ込んできますが、ここもアウト。先制点を与えません。さあその後ツーアウト満塁のピンチを作ってヒメネス、この後球これホズマ取れず、キケが好プレー、素晴らしかったですね。さあ結局この回もピンチ作りながらゼロで抑えます。さあ5回の表です。キャンプサーのデッドボール、プラウェッキーがセンター前。これでツーアウト1、2塁。さあピンチャンスを作ります。ここで一番器用キケ、センター前へ。さあこれが落ちましてタイムリーになるか。キャンプサーのフォームに突っ込んでギリギリのタイミングも、ここはセーフ、タイムリーになりました。さあキケ一番器用に応えるタイムリー、先制点はパドレスです。さあそんな中5回の裏、先頭バッターアキーノ。さあこれはさすがパニッシャーという異名がねぴったりな超特大ホームランを打たれまして、同点に一気に追いつかれます。ショートは滑ってますねいつものように滑ってます。ちょっとですね、カウントを取りに行ったカーブが真ん中に入ってしまいまして、まあ、パニッシャーはそこをね逃さずホームランでした。さすがですね、パワーは一級品。甘かってんね、これです。確定でしたね。さあその後ワンアウトから、これが右中間を破るヒットになります。さあイエリッチが快速飛ばして三塁へ。これタイミング的にどうかというところ、セーフになります。さあ、ワンアウト三塁のピンチで、ベル、コンパクトにセンター前に落とします。さすがですね。勝ち越し点、ブリュワーズがこの回一気に逆転まで持っていきます。2対1。さあ、そして6回からですね、エイドリアン・ハウザーがマウンドに上がります。39試合で13勝8敗。いや、なんか中継ぎやってたくせになんでこんな成績いいんだって感じですけども。そのハウザーに対してはチャンス作りますが、キャンプサーノがファーストファールフライ。さあ一方パドレスも6回から継投です。イミー・ガルシアがマウンドに上がります。ポストシーズン6試合目、非常に多く投げております。そのマウンドですけれども、いきなりヒットを打たれまして、さあサンチェスにヒット、さらには、ケプラーにファーボール。このピンチでヒメネスセンター前。さあブライアン・レイノルズ、またサンチェス突っ込む。今日3つ目ですもうとんでもないですね。ブライアン・レイノルズ今日打たなくてもお釣りきますね1人で3失点防いでます。そしてこのサンチェスのリアクション素晴らしいですね。最高ですね全部がもう最高ですね。さあそんな中まだピンチ。しかしここはジョシュロハスを三振に打ち取りまして、6回まで終わりです。では7回からのダイジェストをご覧ください。さあ7回からのダイジェストです。ちょっとねなかなか好ゲームというか手に汗握る熱い展開。ブライアン・レイノルズだけで3失点を防いでるからねさあちょっと頑張る打線。あーやっちゃった、振らない気でいたのに振ってな さあステッケンライダーですけれども、これが5試合投げて、0.00 素晴らしいですね。ちょっと今日2イニングいってほしいんだよな。
いや、打球って、ああ、ちょっと、何し。ちょっと痛い。ねえ。引け、いいね。動き、よーし。ツーアウト。よーし、オッケー。あ、危ない、ピンチ、危ない。よし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 。さあ。だいぶ危険でしたね。おお。8回。スコット・バーロー。ああ、いたな。いたな。ロイヤルズの守護神、スコット・バーローが、ここで出てくると。いたね。戦力確認の時、スコット・バーローいたわ。初めてだな、スコット・バーローとやるの。ああ、ダメか。さあ、ギャロ戦代打。まあ、ポストシーズンちょっと低いですけどね。こういうところ一発っていうのが一番大事。はい、よし、どうでしょう。え、範囲じゃないこれ。あー、伸びない。意外と伸びない。33の3なんかい。ブルックス・レイリー行きましょう。まあ1点も与えられないし、まあ普通にちょっとねステッケンライダーもピンチ招いたんで2イニング無理だなっていうところでレイリーとりあえず投げます。あ、まあ三塁線打たれると、あーでも間抜かれた。いやー、いいバッティング。さあ、いや、まずい。いや、ちょっとさすがにテンポタイミング遅いな。ここで痛すぎる。2失点。よし。まあ、おそらく中途半端に2失点に止まったから、あの男が出てくると思うわ。13安打打たれてんだ今日。すげえ疲れるわ。ですよね。さあ、ウィリアムスですね。 4.91 で防御率は悪いですけどね。さあ、行くよ。サークルチェンジ、お気をつけなきゃ。これがサークル、サークルチェンジじゃないじゃん、フルですね。サークルチェンジの変化じゃねえよ。よし、思わずベンチもね、ちょっとストライクじゃねえだろって動画上げてましたが、私驚いたのはね、明らかサークルチェンジの軌道じゃない。サークルチェンジの本当にね、あ、SC スクリューか、1球目。あ、さすがにスクリューか、1球目は。あれサークル、え、でもどう、スクリューって珍しくない？なかなかちょっと、ね、座礁でスクリューって表記見るの、珍しかったですね。SCR がスクリューか。さっきのスクリューか。そりゃそうだよな、あんなにサークルチェンジで。よし。あ、ダメだ。なんだかんだ簡単にツーアウトになっちまった。ダメだ。キャンプサノはちょっと状態いいから出すか、そのまま。先に2勝されてしまいそう。さて、あー、最後フォーシームで、ここまで投げてなかったフォーシームで。さて、ちょっと厳しいね。これはちょっと強かったね、ブリュワーズ。なんか昨日そつない野球してきてね。うちがちょっと自滅が多かった部分もあるけども、まあ、というところで2勝1敗と、あ、1勝2敗という、まあ、1つ先越されましたが、この後ですね。
相手13度ってるもん。さあ喜びをあらわにする9たち。まあ、今日の MVP は明らかブライアン・レイノルズではあるんですけれどもさあエリック・ラウアーにちょっとねビシッと抑えられちゃった感じがありますが、フレディ・ペラルタも悪くなかったんですけどね、5回で2失点だからね、別にそんなに攻めるようなピッチングはしていない。さあじゃあちょっと 1勝2敗で迎えたこの試合をちょっと一旦飛ばしますね。いきますね。モンゴメリーとウッドラフ勝ち、よし。なるほどね、モンゴメリーがまあちょっと防御率上がってますけども、さあここで2勝2敗タイに戻して、コービン・バーンズとキム・ガンヒョン、ちょっとキム・ガンヒョンいけるかな。はい、お、勝った、まさかの王手プレイヤーが頑張らないところで、おお、すごい対決。ルイス・ギル 12.27、 ジョーマス・グローブ 12.38。 さあ王手をかけたサンディエゴでございますが、エースマス・グローブに任せますか。やっぱりちょっと打線がね、マチャドが当たってるけど、キャンプさんすごいね。相手はギルというところで、まあ、本日右バッターなわけですけれども、右バッターじゃない、右ピッチャーなわけですけれども、グランダルがあまりにも打ってないな。なんだこれ、どうしたグランダル。さあじゃあウッドを今日は使おう。トーレスが2割2分2厘、セカンドはキケでいこう。でこれ飛ばさないとね、基本的に個性したスタメンで出られるので、クリチャックは結構、まあでも左でしか出れないのか。1番変えるか、さすがにちょっと1番で3分8厘のギャル戦を1番固定はでかいよね。ウッド、ウッド、マチャドつなげて、ハップ、ホズマ、キャンプサーの5枚いくか。で、この下位にいたら怖い組をちょっと機能させていきたいですね。ショートはトーレスでいいのか。まあいいでしょう。まあとりあえずいっぱいする余裕はありますので。相手もやはりロハス、イエリッチが当たってます。ベールもいいですね。ケテル、サンチェス、ケプラーみんなほぼ3割超えてんじゃんなかなかでもうちはね投手力が良さそうですね。モンゴメリーもキム・ガンヒョンもそんなに失点していないというところで、さあ頼むよマスグローブ、最後にエースとしての仕事。さてさて、初回というか立ち上がりは両者ともあまり騒がしくない投球で開幕ですけれども、さあチャンスだこそでダメですね。まあ、ここはやはり普段のマスグローブがマスグローブしてくれればいいだけなんですけど、まあ、ギルもね一時期パドレスにいまして、まあ、フレディ・ペラルタとのトレードで、ブリワーズ移りましたが、ポストシーズンで先発、おっとその後は1失点、よくノーアウト満塁を1失点で防いだな。さあ打線が全然ギルに手も足も出てないですけど、あーちょっとロアイジガが、おっとギルに手も足も出ない恩返しされてますね。あーレイリー、そこでレイリー、それダメよ。ブレント・スーター、スーターからもチャンス来るけどダメ。ステッケンライダー、あー1失点か。あっ、キケがちょっと反撃のソロ。ただ7対1、いやちょっとな、さすがに勝てると思ってたんだけどな。1-1並ばれましたね。ウッド1安打、マチャドも1安打、キャンプサーのキケ、まあ、次の試合この彼ら4人はとりあえずスタメン確定かな、確定かな。
ブライアン・レイノルズあたりが当たってないのがだいぶでかいんですよね。ルイス・ギルの次なんで、対戦して、エリック・ラワーかな、多分普通に。ここが、モンタスと、あ、ラスムッセンこれ出てくるのか。ラスムッセン出てくるのが、そう熱かったわ、ブリュワーズの先発。さあ、勝っても、勝っても負けても、ラストゲームというところになりますので、悔いのないオーダーを組みをしていきましょう。まあホームラン打ったら聞けばスタメンで1番いきますか。でマチャドつなげて、ここなんだよな、どうしよう。ウッドはとりあえずスタメン外すか。まあでも1割6分2厘だからな。ギャルセン外そう。でセンターライトで、そうね、4番生かすか。でホズマーがな、うん、そこまでそのあまり5番としてなんかその、うん、どうしよう。ビーティー、あーでもなんかプリチャックがその左じゃない時どのくらい打ってくれるのか3つなんですよね。あまり左以外で使ってないんで、グランダルちょっと今日使うか。で9番、トーレスか。クロネンワースショート、まあこれでいこうかな。よし、やっぱり相手に比べると打線がちょっとあれですね、一つ落ち着いちゃう感じありますね。すいません、ちょっとあの切れちゃいました。1時間また超えちゃったんですね。コントローラーがちょっと状態すっげえ悪いんですよね。普通にシミュレーター&エグジットで見ていくか。さあモンタスですね。ちょっとポストシーズン6点台となかなか悪いという立ち上がり。まあ初回は0、相手ちょっとオーダー変わってますね。さあ一方相手はドリュー・ラスムッセンというところで、あ、1点取ったね。ラスムッセン、おっとラスムッセン、これ出てくるの強いですね。よし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 、ニコ・グッドラムが、おっとラメットがここで出るということは、おそらくモンタスに何かがあった。お、ただいい、おっとピンチを招きながらもラメットはしっかりと抑えている。お、いいね、ホズマベテラン。さあここでロアイシグがどれほど抑えれるのか。あ、素晴らしい。さあ、おい、ウィー追加点、ウッド、いいよ。お、いいね、クロネワースも打った。いや、ちょっとブライアン・レイノルズが一本もヒット打ってないのが気になるな。イミガルシアも抑える。さあ、お、いいね、ウッド。ウッドすごいな。今日は低く点取れるね。さあ、ステッケンライダーが最後は、あった、ちょっと後引き嫌な感じ。よーし、これでワールドシリーズ出場。よーし、なんだかんだオートに助けられてワールドシリーズ来ましたね。よし、さあ喜べ喜べ、よし、いいぞいいぞ、やったな。ウッド今日ヒーローだぞ。後ろから水かけられるレベルでのヒーローだぞウッド今日。よし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 、久々インディアンス以来のワールドシリーズ、誰なんでしょうね相手はね。アメリカンリーグ、まあ、いろんなチームありますが。そりゃいろんなチームあるだろうって話なんだけどね。さあ喜びを分かち合い、ひとまずはナショナルリーグの頂点に立ちましたので、
いや今日はラメットがだいぶ頑張ってくれましたね。モンタスが緊急降板でしたから。何があったんでしょう。ボックススコア見ますか。キケが1本もヒット打ってないんですけれども、ウッドが3安打、4打数3安打、3打点1ホマーというところで非常に素晴らしい。これアロザレナレベルの活躍をしてほしいですね。そうですね、 RBI で言いますと、まあ、ホズマー、クロネンワスが2打点というのはいいですね。うん、使った甲斐があります。こんな感じと。ピッチャーは、まあ、モンタスが3回1失点で降板、その後ラメットが3回投げて1失点しましたが、こちらはしっかりといいピッチングね。まあ、3回、同じ3回1失点ですけれどもね、事前に準備していたモンタスの1失点と、ね、急遽登板したラメットの1失点は違いますからね。デロワイシガがホールド、イミー・ガルシアがしっかり投げ、ステッケンライダー、まあここら辺がちょっと1失点ずつしてるのはで、あ、じゃしてないのか、ガルシアは1失点してないのか、でステッケンライダー2失点でしたけども、まあ、最後はレイリーがピシッと抑えるという試合でワールドチャンピオン、ワールドシリーズ出場と。ここまで来ちゃったかすごい、なんだかんだ来ちゃったな。さあで、お、ハップ、あ、ハップちょっと怪我したな。まあただそんなに響くような怪我ではない。さあ、あ、じゃあ別、おーっと別にだったんですね。あの、あれもなんだっけ、モンタスも何もなかったんだ。さあ今衝撃の画面が前に映っておりますが、いや、いいのよ別に、いいのよいいのよ。お、ハップが戻ってきました。いいのよ、こんなところでお前、そんなこんなところでお前視聴者に対して配慮しなくていいの。エンゼルス来たよさあエンゼルスが、ちょっとエンゼルスのじゃあ状況とかを戦力確認いきますか。もう1時間超えちゃったのでね、まあ、編集で多分1時間は全然超えないようにはなると思うんですけど、エンゼルスは89勝73敗で、これ何で出てきたんだ、地区優勝か、普通に地区優勝で出てきたのか。で地区優勝で出場、その後トロントに3勝1敗で、DS 突破、その後ニャンキースと4勝2敗でワールドシリーズ進出と。どんな戦力をしているのでしょうか。まあ、ゲームのエンゼルスは強いんですよね。まあ、大谷さんはいないと思います。先発から見ていきますか。ジオリと、はいはい、だいぶ大型契約してるんだね。14勝5敗、 2.56、 あー、これはジオリとこれは素晴らしい。ジオリとシンダーガードまだいるんですね、一応ね。17勝2敗12敗、 3.21、前年がすごいですね、ボグリス。ただ、今年は投げてる。グリフィン・キャニング。12勝7敗。ああ、ほぼ中継ぎ。4.35。なるほど。3年連続2桁、グリフィン・キャニング。デトマーズは怪我をしていると。このシリーズは出てこないというところですかね。10勝5敗。あ、デトマーズすごいね。ダン・ダニング、あれだね、レンジャーソルだね、ダニングですね。6勝13敗、 3.94、 ダニングはあんまですね。ブラッド・ケラー、ロイヤルズですかね。ケラー取ったの。8勝6敗、 4.36。 あ、過去2年ケラー普通にロイヤルズでも2桁できてんだね。いかんせんケラーはなんかロイヤルズの中心ピッチャーではあるけれども、やっぱロイヤルズっていうところであんま勝ててない印象ありましたが、ここは勝てるんですね。なるほどね。これなんだっけ、ジャック・レイター、あれだよね、多分もうあれだよね、多分レンジャーズのプロスペクトだよね、この写真見る限りね。ジャック・レイターってでもなんか聞いたことあるな、普通に。いやー、ちょ、お前レンジャーズのプロスペクトは詳しくないんだよね。ちょっと多分全体でもいい感じだと思うんだけど、ごめん、プロスペクトの勉強不足だった。ロレンゼン、7勝10敗、まあこんな感じか。まああとはって感じかね。まあここら辺がまあメジャー主でしょうね。次リリーフ、ホセ・スアレス、
マイケル・キング、あ、やだな。マイケル・キングはね、マジで打てないんですよ。苦手で。アルバラード。はぁ。なるほど。ちょっと若干エンゼルス味を残しつつも。あ、そんな残ってねえか、でも。次。抑えば？ジョーダン・ロマーノ。あー、ロマーノがやってるんですね。一瞬ロマーノって見て誰だっけと思ったけど、あれか。ジェイズのか。しかも抑えじゃねえじゃん。そう。キャッチャーはスタッシー。ズニーノいんのか。で、オハッピー。なるほどね。メジャー出てるんだね。何、一回トレードしたの？トレードして何？また新しめていいから、また引っ張り出してきたの？どういうこと？ズニーノ。天敵なんですよね。ズニーノとやると大抵打たれんだ。スタッシー。あー、でもスタッシーバッティング全然ダメだね。マニーピーナもいるんだね。東岡もいて。なんでこんなにキャッチャー揃えてんだろう。ネイトロー。あー、なるほどね。ネイトローね。あー、まあまあまあ。アスタディオ、ここにいたんだ。まあ、去年はちょっとシーズン途中からね、あれ来ましたけども。ノーラン・ゴーマン。ああ、コルテンウォン。ああ、ちょっとお兄ちゃん来てるわ。もう、キーン・ウォンがいたのにもかかわらず、お兄ちゃん来てるわ。コルテンウォン来てるわ。レンドン。ああ、なるほどね。レンドン以外はそうでもないですね。フレッチャー。ショート・フレッチャーなんだね。今ね。11本打ってるね。レフト。大丈夫？だよね。マーシュ。ああ。トラウト。どんな成績を残してるんでしょうか。86試合で21本。さすが。こういうところがさすがなんだよね。トラウト今年も結局アメリカンリーグ2位ぐらいのホームラン数ですもんね。まあ、ジャッジが異常なだけだったらね、ジャッジの異常なだけですから、ね、例年見ると普通にホームランを争えるぐらいのホームラン打ってますけども。シエラ？マリズニック。あ、この人知らないかもしれない。でも一応出てはいるんだね。ウォードがそうね、強くなって、あ、でも怪我してんな。いいですね、いい成績。なんかワールドシリーズ進むメンバーかって言われたらちょっと微妙ないんだけど、うまく噛み合ったんでしょうね。というところで終わりでございます。次からワールドシリーズというところでよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録が頑張ってますんでお願いします。バイバイ。